皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。お仕事だった方はお疲れ様です。どうも、私です。では、かまいたちの夜2、続きやってまいりましょう。みどりさんだけが、応接室に来ていないという状況ですね。探しに行きましょうよ。風緑、まさか。としおさんは震え出した。可能性はあります。すぐにみどりさんを探し出さないと。みんな緑を探してくれ。頼むから。反響欄になるとしおさんをなだめつつ、僕たちはまず、みどりさんの部屋に向かった。いや、ちょっと私今、やめとくわ。今ちょっとよぎったことがある。今ちょっとずつ私もパズルが解け始めてる気がすんねんけど。やめとくわ。言わんとくわ。何か手がかりがあるかもしれん。荷物を改めてみたらどうや。そうだな。としおさんがみどりさんの旅行カバンやハンドバッグを調べ始めた。僕は部屋の中を見回した。これは、ベッドの下に紙切れが落ちていた。何か書いてある。川村亜希のことで話がある。あのことを年男に知られたくなかったら、一人で湖のほとりの小屋に来い。え？川村亜希のことを殺した人を許さないみたいなテープレコーダーがあったよね。みどりさん関わってたってこと？湖のほとりの小屋って言うと小林さんが目をつけてた釣り小屋やんね。一目見るなり小林さんの顔つきが明らかに変わった。どうしたんですか？いや、なんでもない。とにかく早く湖に行かなくては。その通りだ。何？なんか知ってんの？僕たちは湖に急いだ。そろそろ薄暗くなってきていたが、僕の中には逆に光明が生まれてきつつあった。この館を、この島を覆っていたもやが晴れようとしていた。まあ散々人死んだけどな。太陽はかなり西に傾き、湖面にギラギラとした血のような輝きを落としていた。岸猿家が作った人造湖。そのほとりにある壊れかけた小屋。僕たちはそこに向かった。てか船頭のおっちゃん、こんな時間に迎えに来てくれんの大変やな。入り口の扉には鍵がかかっている。三木本さんが体当たりすると、扉は簡単に吹っ飛んだ。僕たちは中に踏み込んだ。あれだ！三木本さんは奥にある木製の樽を指さした。いやー！いやー！首？そこに緑さんの首があった。緑！敏夫さんが絶叫した。緑さんは白い雪のようなものが詰められた樽の中に埋め込まれて、首だけを出している状態だった。厨房から盗まれた氷か。三木本さんと敏夫さんが樽を横倒しにした。氷のように見えていたのは、雪のように見えていたのは氷を細かく砕いたものだった。でも、氷が溶けきってないってことは、みんなさ、これ海とか泳いでるような季節でしょ？氷が溶けきってないってことは、時間経ってないよね、全然。この状態にされてから。夏の終わりに大雪降らせ。これもまた、わらべ歌の見立てになっているのだ。緑？
敏夫さんは緑さんを抱きかかえて狂ったように叫んでいる。マリが駆けつけ、緑さんの心臓に手を当てた。生きてる。緑さん生きてるわ。生きてんの？よかったね。僕はほっと胸をなで下ろした。居合わせたみんなが同じ気持ちだっただろう。あなた。緑さんは自分を抱いているのが敏夫さんだと分かったのか、口元にわずかに笑みを浮かべた。館に連れて帰って体を温めないと。僕が言うと、敏夫さんは緑さんを両腕で担ぎ上げ、急ぎ足で小屋から出て行った。でも、私違う風に考えててんけどな。でも、もう一個言ってたさ、私の推理でさ、殺されなかった人が怪しいって、いう話したよね。な、それに当てはまっちゃうねんな。緑さんが死んでたら、私が考えてた推理が当たってるかなって思ってんけど、緑さん生きてしまってんな。いやー、どうなんやろ。よかったわね。見つけるのが少しでも遅れたら、投資していたところよ。マリが僕に言った。それが犯人の狙いだよ。さて、僕はそこにいた全員に言った。緑さんの部屋に例の紙切れを置くことができたのは誰だったんでしょう。一同は静まり返った。キヨさんの死体を見つける前、僕たちはみんな食堂にいました。それから緑さんが一人になるまではみんな互い互いを見張っていたようなものです。それは僕も例外ではありません。みんな静かにうなずいた。問題は僕が塔から落ちて気を失っていた30分の間です。皆さん、お互いのアリバイを確かめていただけますか？みんな誰といたとか、誰を見かけたとか口々に言った。わかりました。では整理します。小林さん、敏夫さん、三木本さん、村上さん、加山さんは応接室に。恵子ちゃん、かな子ちゃんは恵子ちゃんの部屋に。そしてマリは僕を看病していた。こうなります。みんなが示し合わせて嘘をついている可能性もある。しかし犯人は絞られた。え？ちょっと待ってよ。え？嘘？え？え、嘘やろ？ほんまに？いろいろ推測してんけど、まあ、最初は、私、かなこちゃんかなって思ったよね。っていうのも、4番の歌詞にみどりさん匂わせてるやんか。でもみどりさんを殺そうと思ったら、呼ばれてもないみどりさんが三日月館に来ない、ダメでしょ？そうなると、かなこさんが、敏夫さんに電話して、ここに来るように誘ったってことやったから、みどりさん連れておいでよって誘って来させて4番の歌詞を成立させたってことかなって思ったんやけど、なんかここ2人は部屋で一緒にいたっていうのは信じることにするっぽいよね、佐伯くんの話ではね。だからもうここはアリバイがあるのかなっていうので、で、みどりさんを殺しきらないことが目的だったんだっていう佐伯くんのセリフを聞くと、敏夫さんって思うねんけど、ただ、敏夫さん、みどりさん連れて館戻っちゃったやんか。犯人やと思ってる人がいて、館に戻さんよなって思うわけ。で、今ちょっと思ってんのが、キヨさんじゃないかなって。いや、死んだ人が犯人っていうのはありがちっちゃありがちなんやけど、なんでキヨさんかっていうと、死体が、首吊り死体がなくなってた。ほんで、佐伯くんが、
調べようとして突き飛ばされて、次には亡くなってたってことやから、キヨさんの死体を調べられたくなかったんじゃないかなって。だから人形、キヨさんの死体人形説で、キヨさんが犯人やとしたら、キヨさんの遺書成立するやん。キヨさんの筆跡で書かれた告発の書かれた遺書成立するくない？これでも選べるかな？でも選んだとして、ここにキヨさんいない？どうやろう？ちょっと待って。うわ、正解や！正解や、これは。な、この動きは。犯人はあなたですね。僕はみんなから視線をそらせ、後ろにある暗闇に向かって声をかけた。俊夫さんと緑さんは館に帰りましたよ。そこには闇がこごったような黒い影があった。黒い影が口を開いた。今、下におります。これ正解やろ？それは紛れもなく、死んだはずの菱田清さんだった。清が犯人やったんか？加山さんが驚きの声を上げた。そんなバカな一体どうやって？村上さんが大声を出した。加山さんたちの疑問はもっともだ。僕は大きく息を吸い込んで話し始めた。今朝早く中庭を調べていたとき、あるものに気がついたんです。あるものって？小林さんが聞いた。なるほどね。あ、はあ、推理パートになってトリックに気づくっていうなるほどね。魚です。確かにあちこちに落ちていたな。小林さんが言った。僕はてっきり暴風で海から飛ばされてきたものだと思いました。だとすると館の外にも魚が落ちているはずです。しかし魚は中庭にしかいませんでした。つまり、魚は海から来たのではなかったのです。じゃあどこから？三木本さんが尋ねた。湖の水が溢れて、そこから出てきたんです。そういう可能性もあるな。でもそれが、すごい量でも溢れなあかんくない？小林さん、中庭に落ちていた魚の種類は覚えていますか？船にナマズに、あれ？変だな。淡水魚ばかりじゃないか。ナマズのいる淡水といえば、この人造湖か。三木本さんが叫んだ。そうです。中庭の湖は、中庭の泉は、この湖と繋がっていると考えるのが妥当でしょう。でも昨日見たときは、確かに海水魚がいたぞ。小林さんは身を乗り出していった。あの泉は海と湖の両方につながっているんです。その時々に応じて切り替えられるようになっているのでしょう。そんなアホな。加山さんが笑った。推測すぎるよな、これは。そんな仕掛けするには物ごっつい手間暇がかかる。何の役にも立たへんし、あまりにも不自然や。根拠でもあるんか？それは、誰や。根拠、手間暇かかるって言われたら、財力。それは岸猿家の財力です。
岸猿家は湖までも作るほどの財力があった。その財力を考えれば、こんな大掛かりな仕掛けを作るのも可能でしょう。なるほど。では岸猿家がどうしてそんなことをしたのか。それは三ヶ月間がもともと監獄だったからです。囚人の脱獄を防ぐような仕掛けがあったのです。剣山のある堀のことか。と、三木本さん。堀はもう一つあるのです。もう一つ？そんなものどこにあるんだ？湖は館より高い位置にあります。海から湖につながっていた水路を、湖から泉への水路に切り替えると、大量の水が中庭に流れ出します。これでもめちゃくちゃ危険じゃない？相当な財力やろ。だってさ、ちょっとでも壁にヒビとか入ってそこからダバーっていう可能性もあるわけやん。高い防波壁で囲まれた中庭にその水が溜まると。そうか、防波壁を使った堀ができるわけか。これ随分じゃない？でも。僕はうなずいた。しかし、三木本さんが首をかしげた。それだけのことをしようとなると、相応の設備が必要となる。そんなものどこにあるんだ？地下室の奥に切り替えレバーとバルブがありました。おそらくあれがその設備だと思います。キヨさんは暴風が来るからといって、防波壁を閉め、玄関の扉も閉めました。そして夜中にバルブの操作を行い、館を水没させたのです。おそらくあの時、一階は全部水中に沈んでいたはずです。信じられん。三木本さんは首を横に振った。これは信じられへんよな。キヨさんはみんなが眠っている間に物置部屋の窓から抜け出し、泳いで正岡さんの部屋まで行った。そして窓から侵入して正岡さんを殺したのです。泳いで。加山さんがそう言ったきり絶句した。僕はキヨさんに向き直った。あなたは僕と小林さんが駆けつける前に内側からスライド錠をかけ、再び窓から抜け出した。違いますか、キヨさん。これなら館の外へ出ることなく、最短で正岡さんを殺害できたはずです。もちろん足跡は残らない。キヨさんはうつむいたままだ。おい、ちょっと待て。村上さんだ。えらく自信たっぷりだが、お前の推理には証拠がない。ただの想像だろう。証拠はあります。それは。これ証拠なんかな？泉にあった足ひれです。殺害後、キヨさんは大量の水を今度は海へ流す操作を行いました。水は泉を通じて引いていくわけですから、泳いでいる時に外れた足ひれが泉に引っかかったのも当然です。それなら聞くがな。村上さんが疑い深い目で僕を見る。いくら夜中と言っても全員が眠っているとは限らない。一階が水没したことに気づく者が出る可能性も十分にある。かなり危ない橋を渡ることになるんじゃないのか？でもそうやんな。だって、正岡さんがそもそも、閉所恐怖症で緑さんと部屋変わってくれって言ったのも相当偶然じゃない？あ！夕食や、みんなご飯食べた後気分が悪いって言ってたもんね。その答えは夕食にあります。昨日の夕食後、僕もマリも頭がぼんやりしててフラフラになり、急に眠くなりました。皆さんもそうだったんじゃないですか？多分キヨさんは僕たちを眠らせておくために夕食に睡眠薬を入れたんです。そんなことまで。小林さんは絶句した。それで分かったぞ。あれくらいの酒でなんで自分の部屋に戻れないほど酔ったのか。三木本さんが腕組みをした。昔間違えて睡眠薬と酒を一緒に飲んだ時、めちゃくちゃな酔い方をしたことがあった。オーバードーズ。今回もそれだったんだ。
かなこちゃんがため息をついた。ビールも飲んでいないのに、どうして急に頭が痛くなったのか。大雨で空気が湿っているせいかと思ったんだけど、睡眠薬だったなんて。雨は降ってなかったのですよ。一同は呆然、唖然とした表情で僕を見た。でも私、雨の音を聞いたわ。かなこちゃんが言った。僕も聞きました。強い雨が降っているような音を。しかし、部屋には窓はありません。睡眠薬でぼーっとした頭のまま、窓のない部屋の中でじっと風の音を聞いた僕たちは、キヨさんの言葉による先入観によって幻聴を聞いたんです。防波壁の外の地面は白く乾いていました。50年に一度のかまいたちの夜は風だけだったのです。僕たちはキヨさんの話で雨が降っていると思い込まされていただけなんです。庭が濡れていたのは泉から溢れた水のせいに過ぎません。そういえば、三木本さんが言った。風切り釜に血がついていただろう。大雨が降ったのなら血は流されてしまうはずだからおかしいなとは思ったんだが。しかしだ。村上さんは太い眉を寄せて僕を苦々しげに見つめた。雨が降っていなくても泳いでいたら結局びしょ濡れになるじゃないか。上からドライスーツを着ていたんですよ。戻ってきて脱げば済むことです。物置部屋の床が濡れていたのは雨ではなく着替える時に落ちた水だったんです。村上さんはムスッとした顔で黙り込んだ。以上が正岡さんを殺した方法です。そうですよね、キヨさん。キヨさんは顔を伏せたままコクンとうなずいた。これで終わったな、何もかも。三木本さんがそう言った。いえ、まだわからないことがあります。どう考えても、キヨさん一人では不可能なことがあるんです。どんなことだい？小林さんが聞いた。あー、ちょっと待って、これ、ここまでにしよっか。で、あまりにもなんか大胆な作戦やけど。まあでも、事実は小説よりきなりって言葉もあるし。ね、案外こういうことなんかなってちょっと思っちゃったな。うん。まあ、だから、ちょいちょい言ってた、その私の違和感が当たってたよね。魚が、庭にあった時に、こんなとこまで飛んでくるかとか言ってたけど。ああいう小さな違和感がすごく大事やったってことやね。最初の食堂の仕掛けです。正岡さんが電話で話した、ま、B はないわ。二度目の食堂の仕掛けかな。いや、でもこれ、いや、私は吊るされてるのがキヨさんの人形、キヨさんに模した人形やったって推理してるから、それならできるよな。みんながキヨさん探して、屋敷の中うろうろしてる時に仕掛けることができるから、A かな？最初の食堂の仕掛けです。あれはキヨさんの仕業だろ？三木本さんが言った。いえ、あの時キヨさんは食堂の外にいました。電気がついた後にスープを厨房から運んできています。僕が言うと小林さんが反論した。前もってワゴンを廊下に置いてあったんだろう。それだと冷めてしまいます。スープは舌が焼けるほど熱々でした。それに、電気のコードはテーブルの下にあったんですよ。廊下にいたキヨさんには引き抜くことはできません。写真を用意する。ろうそくを消す。テープを流す。電気がつく前にすべてを片付け、廊下に出て、ワゴンを押して食堂に入ってくる。この一連の行為を一人でやったなんて信じられません。夏美さんが、アビコ竹丸やとしたら、夏美さんが一緒にっていうのもあるけど、でも、夏美さんの席って、写真の横じゃなかった。よね。三木本さんが写真の横やったっけな。電気が消えてから天井の照明がつくまで、時間は結構あったんじゃないかな。
電気は三木本さんが探り当てたんですよ。清さんにはいつ照明がつくかわからなかったわけです。そんな危ない橋を渡るわけないと思います。君は何が言いたいんだ？つまり協力者がいたということです。僕はみんなに質問した。昨日の夕方の時、アビコの席に近かったのは誰でしたっけ？昨日の話してないからな。今日の昼食の時、食堂からみんなを連れ出したのは誰でしたっけ？2階にキヨさんを探しに行ったのは誰でしたっけ？まあ、ええやんな。そうやんな。そばの人がやったって言いたいよね。昨日の夕食の時、アビコの席に近かったのは誰でしたっけ？僕は間髪入れずに続けた。それは、村上さん、あなたです。あの席にあなたの名前を書いたプレートが置かれていたのは偶然ではなかったのですね。停電はどうなる？私は席から動いてない。どうやって電気を消したと言うんだ？テーブル下の電源コードを足で引っ掛けて引き抜いたんでしょう。だったらこの男はどうなんだ？こいつも近い席に座っていたぞ。まあ、三木本さんね。まあ、私が三木本さんに怪しいムーブすなよって言ってたもんね。牽制器を投げ続けてたから。村上さんは三木本さんを指さした。では、二度目の仕掛けはどうですか？あの仕掛けを用意できたのは、清さんを探しているとき、食堂を最後に出た人物以外に考えられません。そうね。まあ、あれに関してはキヨさんがやれるとは思うねんけどね。食堂を先に出た僕、マリ、小林さん、三木本さんの4人ではないはずです。あなたは断るごとにキヨさんに文句を言ったり、この島から出ていくと言って揉め事を起こしていました。それは共犯者であることを隠すためのカムフラージュだったんですね。いや、私は、わからないのは、どうしてあなたがキヨさんの犯行を手伝ったかということです。教えてもらえますね、村上さん。でもさ、この状態で終わるとさ、前作の登場人物、なんか犯人でもないし、死にもせえへんし、みたいな。これで行くんかな？村上さんはブルブルと震えていたが、やがてがっくりと力を抜くと、重い口を開いた。私は。それをキヨさんが激しい語調で遮った。何も言ってはなりません。今度のことは何もかも、私が一人で計画して一人でやったこと。あなたは何も関係ありません。いや、すべての罪を被せるわけにはいかないよ。姉さん。姉さん？え、キヨさんってさ、完全に腰ブーメランやから相当お年寄りやと思っててんけど、村上さんって、おいくつ？姉さん。全員が驚いて交互に二人を見た。ああ。キヨさんは大きくため息をついた。僕はキヨさんに向き直った。ここまでわかったんです。もう正体を明かしませんか？塔に吊るしたミイラと同じように、カツラをつけ、変装しているんでしょう？はあこんなん後出し情報やな。すごいな、佐伯くん。私の5歩先やん。変装？それじゃあこのキヨさんは？三木本さんは驚いた顔で言った。僕は、キヨさんの正体を特定するべく過去の出来事を振り返った。まあ、あれが見れるだけやね。いつもの。これね。あ。でもこんな、
や、ちょっと待って。わ、ちょっと待って。え、まさかね。ちょっと待ってよ。え、まさか違うよね。ねえねえねえ、違うよね。うわ、ちょっと待って、嘘、ほんま？いや、こんだけなんかほんま嘘とか言いながらさ、外れてたらどうしよう。え？いや、一番のポイントは、これ、待って、これ、文字入力かな？選ぶんかな？いや、一番のポイントは、レトルト食品しか使わない。ってやつ。いや、これ、京子さんかなって思ってんけど。小林さんの、奥さんの。あ、よかった、文字入力や。え、これ、京子さんじゃない？京子さんって、壊滅的に料理が苦手で、しかもこの旅行、小林さんが来る旅行の日に、友達と旅行に出かけてるとかって言ってて、で、ペンションのスタッフは呼ばれてないっていうのは、自分の正体がバレるかもしれないから。キヨさんの正体は京子さんです。マリが何を言っているのかわからないという表情で僕を見た。だが僕の推理が正しければ、これが当然の帰結のはずなのだ。え、嘘、ちょ、どっち？キヨさんは背筋を伸ばすとカツラを取り、顔の化粧をハンカチでざっと落とした。その下から現れたのは、いやー、ちょ、私すごくない？ちょ、待って。私さ、真犯人もさ、その正体もさ、一撃で当ててんねんけど。恐ろしいな、私。おばさん。マリが小さい声で言った。やっぱりお前だったか。え？小林さんが重い口調で言った。いろいろ思い当たる節があったからな。考えてみれば、私がまだ名乗らないうちに、お前は私の名前を呼んだな。そうやね、それもね、ちょっと、後でさっきの回想で読み直してて、あれ、そういえば、って、思ったんですけど、まあ、それよりも私は、まあ、レトルト食品ばっかり使う、あと、小林さんの旅行の日程と被ってる。まあ、そうやな。まあ、もろもろやな。あの時気づくべきだったのかもしれない。私の考えが間違いであることを祈っていたが、小林さんがそう言うと、京子さんはすすり泣き始めた。ああ、だから緑さんは殺せなかったんかな。でも緑さんの元に届いた脅迫状が謎やねんな。そうなってくると。佐伯はどうしておばさんだとわかったの？それは、あれ？あれ？あれ、私が推理したのとちょっと違うな。招待状かな？僕たちに届いた招待状だよ。ゲームのモデルになったお礼なら、シュプールのスタッフである小林さん夫妻と敏夫さん夫妻を招待しないというのは変だろう。それで、アビコ竹丸はこの4人のうちの誰かだと僕は考えたんだ。その中でこの島に来ていないのは京子さんだけだ。そう、だからね、一瞬春子さんも頭をよぎってんけど、ただやっぱりレトルト食品ばっかり使ってるっていうところに、まあ白羽の矢が立ったのが京子さんよね。小林さんは何か言いたそうだが黙っている。僕がわからないのは殺人の動機と、どうしてわらべ歌に見立てて殺人を行ったのかということです。
話してくれますか、京子さん。京子さんはしばらく黙っていたが、やがて小さな声で話し始めた。わらべ歌に見立てるつもりはまるでなかった。あなたたちが言い出すまでは気づきもしなかったのよ。カニは館を水没させた時に入ってきただけだと思うわ。え、でも喉を切って。それは声を上げられたくなかったから。間に合わなかったけど。じゃあ名前も。慎太郎と慎太郎ね。これも偶然そうなっただけ。だって私は、正岡さんを殺すつもりはなかったから。え？そんな。僕は驚きのあまり言葉を失った。閉所恐怖症で部屋を取り替えていたなんて知らなかった。え？みどりさん行く気やったってこと？ということはつまり、そうです。私が殺そうと思った相手は、久保田みどりでした。え？みどりさん殺したくなかったからあんな中途半端なやり方をしたんじゃなかったの？みどりさん殺そうと、まあ、でもみどりさんに届いた脅迫状、あれでみどりさんが小屋に向かったってことは、それ絡みってことよね。